はい、どうも皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。今回はバンダイのカプセルトイ生き物大図鑑シリーズダンゴムシ第8弾からミツオビアルマジロ、こちらを紹介しようと思います。こちらがですね、バンダイのカプセルトイ生き物大図鑑シリーズのダンゴムシ第8弾にラインナップされているうちの2体、ミツオビアルマジロとそのリカラー品の2体です。はい、生き物大図鑑シリーズダンゴムシもついに第8弾まで続いたんですけども、第8弾のラインナップはミツオビアルマジロ、ラバーダッキーコシビロダンゴムシ、ダンゴムシの子供、まんまるコガネのシンクカラーバージョン、それからミツオビアルマジロのリアルカラーバージョン、この5種類となっております。で、今回はそのラインナップの中から2種類のミツオビアルマジロだけ紹介しようと思っております。あのね、やっぱね、皆さんが見たいのはこのミツオビアルマジロだと思うんですよ。他のラインナップに関してはいつもの感じのラインナップなんですよ。今までもう何度か商品化されているラインナップのカラーバリエーションが増えましたっていう感じのやつばっかりなので、もう皆さんもね、さすがにもう見た、知ってるっていう感じのやつばっかりだと思いますので、まあ、なのでね、今回はミツオビアルマジロ以外のラインナップに関しては紹介の方は割愛させていただきたいと思っております。一応ミツオビアルマジロ以外のラインナップに関しても軽く触れる程度に見ておきますね。はい、向かって左からラバーダッキーコシビロダンゴムシ、ダンゴムシの子供、それからまんまるコガネのシンクカラーバージョンとなっております。はい、もう見た、これ知ってるって感じだと思う。うん、親の顔より見たラインナップ感あるよね。はい、それでは改めましてミツオビアルマジロ2種類見ていきたいと思います。はい、というわけでこちらがミツオビアルマジロのノーマル版でございます。フィギュアの見た目はこんな感じになっております。ミツオビアルマジロ回ります。はい、まあ、見事なまでにアルマジロですね。うん、ただ若干デフォルメというか玩具的なアレンジが入ったプロポーションっていう印象があります。あとこちらはノーマル版なので塗装箇所が少なくてかなり成形色感が強いですね。はい、はい、というわけでミツオビアルマジロノーマル版の見た目はこんな感じでございました。そんじゃミツオビアルマジロの細かい部分について見ていきたいと思います。まずはお顔ですね。お顔の方はこんな感じになっております。うん、まあアルマジロの顔って感じですね。で、耳と目とあと鼻先に塗装が施されております。で、塗装箇所としては、足の爪ですねに白のペイントが施されております。まあ、ただそこ以外は基本的に成形色ですね。はい、で、この背中の造形、うん、まあ、この甲羅のね、鱗のディテールなんかもすごいんですけど、ちゃんとね、ミツオビアルマジロの名前の由来にもなっているこの3つの帯ですね、3つの帯があります。で、あとね、本物のミツオビアルマジロってこのお腹に毛が生えているんですけど、そのあたりはね、さすがに再現はされてないですね。うん、その毛とかをさ、ファー素材とかで再現してあげるともっと見栄えが良くなりそうですね。はい、という感じでミツオビアルマジロの細かい部分はこんな感じでございました。続きましてミツオビアルマジロの可動について見ていきたいと思います。まずは頭部ですね。頭部の可動は頭側と胴体側の両方がボールジョイント接続されていて、グリグリと稼働します。で、あと見えにくいんですけど中に1箇所ヒンジが入ってますね。で、前足の稼働は根元がボールジョイント稼働するほか、2箇所でヒンジ稼働するようになっております。後ろ足も前足と同じですね。根元がボールジョイント稼働するほか、2箇所でヒンジ稼働するようになっております。で、尻尾が根元でボールジョイント稼働して、あと胴体は丸くなる方向にこんな感じで稼働させることができるようになっております。はい、というわけでミツオビアルマジロの稼働に関してはこんな感じでございました。
で、あとこの三つ帯アルマジロには丸くなるギミックがあります。はい、アルマジロなので丸くなることができます。まあ、要は球体上に変形する変形ギミックを搭載しているんですね。そういうね、変形玩具なんですよ。で、その変形の仕方なんですけど、まず前足後ろ足すべてをヒンジを使って折りたたみます。で、その時になるべくね、この甲羅の内側に足が隠れるように折りたたみます。折りたたむとこんな感じになりますね。で、足を折りたたんだら次は尻尾をこういう向きにします。で、その後頭をボールジョイントと、あとね、中のヒンジを使ってこういう感じで折りたたんであげます。で、ここまでやったらこの胴体部分を丸くするんですけど、この丸くするときにここで一箇所ロックがかかっているので、ここはお腹側からこうやって指で押してあげながら曲げるといいと思いますね。こう曲げるときにね、パキンって言うんですよね。ここだけロックがかかっているんですね。なので、ここだけはお腹側からこうやって押しながら曲げてあげるといいと思います。で、この胴体部分をこうやって曲げてあげると、こんな感じでね、はい、アルマジロが球体状に変形することができます。これね、かなりみっちりとね、ビシッと全ての隙間がなくなるような感じで変形するので、これめちゃくちゃ気持ちいいですね。はい、この変形ギミックね、超楽しいですね。続きまして、三つ帯アルマジロのリアルカラーバージョン見ていきたいと思います。フィギュアの見た目はこんな感じになっております。三つ帯アルマジロリアルカラーバージョン、回ります、回ります。ノーマル版の三つ帯アルマジロと違って、全体的に墨入れが入っております。そのおかげで甲羅のディテールが浮き立っていますね。あと頭と足とあと尻尾にはドライブラシみたいな感じで塗装もされているので、ノーマル版と比べてかなり見栄えが良くなっていると思います。ただ塗装が変わっているだけなので、造形に関してはノーマル版と全く同じものとなっております。はい、というわけで三つ帯アルマジロのリアルカラーバージョンの見た目はこんな感じでございました。三つ帯アルマジロリアルカラーバージョンの細かい部分についても見ていきたいと思います。まずはお顔ですね。お顔の方はこんな感じになっております。まあ、先ほどのノーマルカラーの三つ帯アルマジロと全く同じ造形なんですけど、ただこのドライブラシっぽい感じで塗装が施されているおかげで、だいぶ見た目の良さが上がっているんじゃないかなと思います。塗装箇所自体は鼻先と目と耳ですね。まあ、この塗装箇所に関しては変わっていないんですけど、下地にドライブラシっぽい感じで白い塗装が施されているので、この辺りでかなりね、見栄え良くなっているんじゃないかなと思います。で、あとね、前足後ろ足それから尻尾に関してもドライブラシっぽい感じで塗装が施されていて、で、甲羅の部分には墨入れ塗装が施されているので、このディテールがね、浮き立っている感じ、見栄えはノーマルバージョンと比べるとだいぶ良くなっている印象がありますね。はい、まあ、このね、お腹の部分にね、やっぱりね、ファー素材とかで、毛を生やしてあげると、もうだいぶね、本物感が出てくるんじゃないかなと思います。はい、というわけで三つ帯アルマジロリアルカラーバージョンの細かい部分はこんな感じでございました。で、この三つ帯アルマジロのリアルカラーバージョンなんですけど、まあ、ノーマル版との違いが塗装だけとなっておりますので、可動と、ね、変形ギミックに関してもノーマル版の三つ帯アルマジロと全く同じものとなっております。可動に関しては頭と前足後ろ足それから尻尾胴体が可動して、で、それらを駆使することで、こんな感じでね、足を折りたたんで尻尾曲げて頭しまって、で、胴体を丸くすると、まあ、こんな感じで球体状に変形させることができるようになっております。それから商品にはこんな感じのミニブックが付属しております。いつものダンゴムシ新聞というやつですね。三つ帯アルマジロの生態だとか、商品のギミック解説だとか、あとは商品のラインナップ一覧なんかが載っております。フィギュアのサイズ見ていきたいと思います。比
較対象として隣に大体12分の1スケールのアクションフィギュア SH フィギュアーズのボディ君を並べてみました。大体12分の1スケールくらいのフィギュアと一緒に並べるとこのアルマジロのサイズが割とでかいっていうのが伝わるんじゃないかなと思います。アルマジロつながりで生き物大図鑑シリーズダンゴムシ第7弾のアルマジロトカゲと一緒に並べるとこんな感じになります。三つ帯アルマジロのリアルカラーバージョンとアルマジロトカゲの墨入れバージョンを一緒に並べるとこんな感じです。はい、というわけでバンダイの生き物大図鑑シリーズダンゴムシ第8弾から三つ帯アルマジロを2種類紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。まあこのダンゴムシシリーズが続けばいつか出てくるだろうっていう感じの商品ではありましたよね。ものとしては普通によくできていると思います。ちょっとプロポーションがおもちゃっぽいというか、個人的に実物の三つ帯アルマジロってもうちょっと足が短いイメージがあったので、そのあたりはちょっと気になる部分ではありましたけど、まあでも変形ギミック搭載した上でこれだけのプロポーションっていうのは普通によくできているんじゃないかなと思います。あと変形ギミックが思った以上にしっかりと隙間なく球体状になるので触っててめちゃくちゃ気持ちいいですね。この触ってて気持ちいい、触ってて楽しいっていうのはやっぱり変形玩具として大事なポイントですので、非常に素晴らしい商品だと思います。ただ素晴らしい商品ではあるんですけど、この三つ帯アルマジロが入っているダンゴムシ第8弾がラインナップ全体で見ると三つ帯アルマジロ以外のラインナップがまたこいつらかって思えるようなメンツになっているので、そこはちょっとガチャ回す気持ちが薄れるポイントだと思います。特に今回ダンゴムシの子供っていうのがラインナップに入ってるんですけど、これですね、このダンゴムシの子供っていうのが、これ多分ダンゴムシシリーズの丸々スイングっていう商品の流用アイテムなのかな。なんかね、これ今までのダンゴムシよりサイズが小さいんですよね。でガチャ回した時にこのダンゴムシの子供が出ると他のラインナップよりもサイズが小さくてボリューム感がない分、すごいハズレを引いた感じが強くて、僕はガチャからこれが出てきた時めっちゃがっかりしましたね。僕はこれが出てくるたびにうわって思ったので、まあ、なのでそういう意味でも今回はガチャ回すのがかなりリスキーだと思うんですよね。この三つ帯アルマジロは素晴らしい商品だと思うんですけど、ガチャを回すのはこの三つ帯アルマジロが何としても欲しいっていう人以外にはあんまりおすすめできないかなっていうのが、個人的な正直な意見ですね。まあ、あとは、個人的な今後の展開に関する願望として、あの前回の第7弾でアルマジロトカゲが出て、で今回三つ帯アルマジロが出たので、この調子で仙山湖を出してほしいんですよね。仙山湖を出してくれたらめっちゃ熱くないですか。仮に出してくれるとして、じゃあプレミアムガシャポンの生き物大図鑑アドバンスの方で出します、1回1000円ですって言われても、多分ね余裕で回すと思いますので、仙山湖はぜひ出してほしいですね。で、あと生き物大図鑑アドバンスといえば、この三つ帯アルマジロ自体も、ファー素材を使ってね、お腹の毛まで再現した豪華版三つ帯アルマジロみたいなやつをプレミアムガシャポンの方で出してほしいですね。はい。まあ、ただの願望でしかないんですけど、そのあたりもね、期待しております。で、生き物大図鑑シリーズ自体もね、今後の展開には期待しております。ただ、ダンゴムシシリーズに関しては、第8弾まで出たっていうのもあって、まあ、いい加減ラインナップの方が、さすがにもう見飽きたって感じの印象になってきているので、もうちょっとね、見た瞬間に、ガチャの筐体空になるまで回したいって思えるような熱いラインナップが出てくるといいかなと思っております。はい、というわけで今回はこんな感じでございました。ここまでご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら。バイバーイ。